皆さんこんにちは、しほチャンネルのしほです。今日はこちら、私の後ろにあるこちらのワードローブと、ここにもねあるんですけど、私のクローゼット収納をお見せしたいと思います。やっと動画にすることができました。そしてこの後ろのチェストに関しては、先日お洋服収納として出させていただいたので少し省かせていただくんですが、ワードローブとクローゼットの中をお見せしていきたいなと思います。寝室にもクローゼットがあるんですが、こちらは夫のものをメインに収納しているので、チラッとにはなるんですけど、どんな風に収納しているかお見せできたらなと思います。とってもねたくさんリクエストいただいていたのに、なかなかねアップできなくて本当にお待たせして申し訳ありませんでした。では最後までご覧ください。それではスタート。はい、ではまずはこちら、この一番左側にあったワードローブから紹介していきます。上にはこんな風になっていて、はい、先日こちら側のチェストの方は紹介させていただいたので、ぜひそちらの動画を見ていただきたいんですが、この中を開けて紹介していきます今日の私です。では開けていきます。はい、開けると中はこんな風になっております。このね、ここにベルトかけるとこがあるので、こんな感じでベルトをかけていて、基本的に全部ここは全てかけて収納しています。で、ここにあるこう白いやつ、この間のお気に入り紹介でも紹介させた収納力アップハンガーと呼ばれるもので、こう前後2段にすることができています。後ろ側にかけているものを前側にかけているもので、こうずらせています。で、右側、こちら側は基本的にワンピースとか置いていて、こうずらっと下の方まで物にね当たらないように収納しています。この左側の方、こっちの左側の方にはスカートを置いていて、スリーコインズで売っている4連スカートハンガーにスカートをねかけて収納しています。だいたい私は色別にしてスカートはこうしてねかけています。で、これもスカート、このスカートですね、スカートいっぱいですね。これは白系のスカートで、これは黒ですね、黒、これも黒で、これもスカートです。スカートがとにかく多い。スカート類も衣替えをしているので、まあ、ここは基本的にな、もう今は冬用のスカートをメインに置いています。一番端にこちら、先日 IKEA 購入品で紹介したスカーフ用のハンガーに、こうやって今はスカーフをかけています。こうかけて下の輪っかの下にこう入れて収納しています。こんな感じで、こういうクローゼット用のやつとかもかけてるし、ケイソードとかも一緒にかけております。で、そしてこの下で、上に吊るしているものの下はこういう風に収納していて、これはこちらは100均のダイソーで売っている布製のボックスにいろいろ収納しております。下のボックスも同じくダイソーで買ったものです。こっち側はワンピースが長いので、ここにはあんまり置いてなくて、こういうトートバッグとかを置いてるだけなんですけど、こうベリってやれるものに、ここは冬用のこのキャップを入れています。この間タグ作ったものですね。こっちにこういう冬用の帽子を入れていて、これはストッキングです。ここにストッキングとかこうね入れています。バレンチノのトートバッグをここに置いていて、下ですね、下はバッグを入れています。これは本当はこういう感じでここに取っ手がついてるんですけど、こう入れるとちょっとあれだったので縦に収納しています。で、中にはバッグを入れてるんですが、バッグは基本的に買った時のこういう袋に戻して保管してます。今年の夏めっちゃ使ったこういうバッグの中にはちゃんと新聞紙とか入れて形を崩れさせないように入れています。で、こっちもバッグです。こっちのバッグにも、こちらバッグも基本的にちゃんとこうやって袋に、買った時の袋に入れて、なんか物買った時とかに入ってくるこういうのとか入れたりして、型崩れがしないようにできるだけ保管しています。で、こっちにもバッグ入れてます。で、これも入りきらないバッグはここに置いてます。はい、以上です。
ちら側のこのチェストは先日紹介させていただいたので省かせていただきます。でこっちも開いてるんですけど、これはもともと家の備え付けでついている小さいクローゼットの中を紹介していきたいと思います。で中はこういう感じに上からずらーっとなっていて、はい、備え付けのものです。この一番上の段は先ほどと同じく布製のボックスにこういう感じで、これはディズニーアイテムを入れています。こんな感じで大量の私のカチューシャたちをね保管しています。ちょっとまた紹介してほしいっていうリクエストもあったんですが、どうしようって感じです。はい、こんな感じで、これもこの間作ったタグをつけています。このヴィトンの袋の中には使い切ったコスメたちを保管していて、右側の方はあんまり使わない旅行用の大きいカバンとかを置いています。続いてその下は基本的にアウター類を入れる場所としていて、アウターを収納しています。先ほど同様にこのハンガーを使っていて、なんかさっきよりここの方が綺麗に見えるですが、こういう感じで前と後ろにして収納力をアップさせています。近くで見るとこういう風に基本的にアウターですね、これから使うようなものたちをここにかけています。こちら側に物を置い箱を置いちゃってるので、こっちはロング丈のものを右側に置いていて、左側にはこういうショート丈のものを置いています。ハンガーは基本この IKEA の黒いハンガーを使っていて、この肩につけるやつもね IKEA で買ったもの、アウター系はね結構重ためだし型崩れしたくないので、しっかりねこの IKEA のこのショルダーのやつを使っています。で下も先ほどと同じくこういう100均の、これもダイソーで買ったものにいろいろ入れています。でこれ前で、実は後ろにもこんな感じで箱を入れていて、後ろ側は夏用のキャップをこの上の段、下は実はね私保育士の資格持ってるんですが、この中にちょっと絵本が捨てられなくて絵本をここに置いてます。いつかね自分の子供に読み聞かせしたいなと思って、私が好きな絵本をねここに置いています。で今手前側には靴下と事務用の用品を入れていて、こういう感じで先日作って紹介したんですが、ソックスっていうのと下はジムって感じでタグをつけて収納しております。でその下はバッグをここは入れていて、先ほどの方はハイブランド系のバッグばかりだったんですけど、こっちは割とプチプラバッグとかを置いています。これはもうちょっと出番が減ったザラのもの。こっちはこういう感じで夏用カバンをメインに入れてますね。もうあんまり使わないのでプチプラバッグを入れています。でこちら側はめっちゃ汚いですね。こういうカメラバッグとか三脚の袋とか、なんか仕事に使うようなものばかりです。ケイトスペードで買った PC 用のカバンをここに立てて置いています。はい、こんな感じで私のお部屋のお洋服収納でした。そしてこちらです。こちらは寝室なんですけど、寝室のクローゼットを少しだけお見せします。あんまりちょっと音のものがメインなので少しにしておこうかなと思うんですが、こういう風になってます。はい、で先日少し紹介したんですけど、上の方には IKEA のスクープボックスをこれは使って夏物、そして左側には寝具とかを置いています。でこういう感じで同じく衣類収納アップハンガーをねこちらにも使っていて、お洋服を並べています。右側のこの白いやつはキャンドゥのジョイントハンガーフックというもので、ハンガーにハンガーをかけれるアイテムで、4つ入って100円なのでとっても使えます。こんな感じでお洋服の下にはステッカーも外していないんですけど、もう前のお家からそのまま持ってきたあのケースにワークって書いてあるんですけど、夫が仕事に着ていくお洋服、何もシールを剥がしていないスカーフとバッグを入れているクリアケース、そして一番下は夏用のトップスですね。左側も同じくこういう感じで入れていて、あとはアイロンと靴の箱がね置かれています。でついでにこちらなんですが、これはクローゼットの横に置いているものなんですけど、アイリスオーヤマで買ったプラスチックの5段の
チェストです。結構スリムだし、すごい使い勝手が良くて気に入っています。このね、上の部分本当は木製の本当にナチュラルカラーの木だったんですけど、これは、100均のリメイクシート、木目のね白いやつを使ってここに貼り付けてリメイクしています。その上には寝室用のお部屋の、あのお洋服のミストとリセッシュを置いています。ちょっとねこれも本当はボトル変えたいなと思ってるんですけど、まだできてないです。一応ラベルちっちゃくしていて、ジム、ベルト、パジャマ、バッグで、下は特に何も記していないんですけど、いろいろこうクローゼットに入りきらなかったものをこちらに収納しています。この引き出しがねすごく スムーズでめちゃくちゃ使いやすいのでおすすめです。はい、ということで今回はこんな感じで、あと寝室と私のお部屋のクローゼットの収納を大公開してみました。ちょっと参考になる点は少ないかもしれないんですけど、100均のねボックスすごく使えるので、ぜひ参考になればいいなと思います。今回はかなりざっくりとした紹介になってしまったので、なんか何をどういう風に収納していますっていう細かい部分まではお見せできなかったり、実はベッドの下にもね私はお洋服を収納しているので、まあ、そういうのもリクエストがありましたらまた紹介していきたいなと思ってます。ぜひこういうの見たいっていうのがあったらコメントで残していってください。ということで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が少しでもいいなとか参考になるかわからないんですけど、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッター、あと楽天ルームもやってますので、ぜひそちらもフォローしていただけると嬉しいです。それではバイバーイ。